茨城先サ,サティは、マイカルとイオン九州が運営していた商業施設である。2011年3月1日、ジャスコとポスフールとの統合に伴い、店舗ブランドをイオンへ転換し、イオンリテールウ営ニエで存続していた、広島サティも2011年7月18日に閉店したため、サティは27年の歴史に幕を閉じた。1984年に日位が、 奈良市学園前に新業態として誕生。もともと総合スーパーと百貨店の中間業態を標榜し、従来の総合スーパーよりも高級志向を打ち出した生活百貨店と位置づけたものである。当時開業したサティは規模は小さいもののショッピングセンターとして扱われている。その後、日イブランドの店舗のリニューアルや新規出店などで、ピーク時には200店舗を数えるほどになる。しかし、 2001年以降にはマイカルの経営破綻やそれに伴う整理などで大量閉店をした。子会社の整理などでも子会社運営の店舗は九州合併や譲り受けにより本州四国の店舗はマイカル直営となっていた。なお、北海道地区で運営していたマイカル北海道の店舗についてはポスフールに転換したため末期には店舗は存在していなかった。最末期には 北海道、青森県、宮城県、栃木県、富山県、福井県、岐阜県、静岡県、岡山県、和歌山県、徳島県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、沖縄県の16道県を除く日本全国に店舗があった。青森、宮崎、沖縄県以外は統合以前に撤退した。なお、さての店名は、 セレクトエニータイム法やセルフの略が由来であると、される。開業当初から90年代までは、サ時に青緑のロゴマークが使われ、90年代からは、生活百貨店と名打つようになってからは、ロゴマークも青緑からマゼンタに変わった。1996年に、日井からマイカルへ、社名変更したタイミングで、ロゴマークもサ時から太字へと変わった。さての看板から、 イオンの看板に変えられる様子2011年2月18日に撮影経営再建完了後の2006年には破綻後初の森岡南、サティの開業から2010年の荒玉橋サティまでイオンモール内に若干点開業させた。イオングループは持ち株会社制への移行後重複する事業分野の整理統合が大きな課題となっていた。 イオンの持ち株会社化に伴うイオンデテール発足の段階では、不採算店舗の整理が優先されたが、経済危機による経営不振がさらに深刻化し、本格的な事業整理に乗り出すこととなった。2011年3月1日にマイカルを九州合併し、近く閉店が予定されていた広島サティを除く、サティ全店舗が一斉にイオンに統合。 名称変更された。その後、広島サティも2011年7月18日に閉店したため、サティは27年の歴史に幕を下ろした。イオンへの店名変更はサティからイオン店のようにイオンの後に旧サティの店舗名がそのまま来るようになっているが、一部の店舗はジャスコやイオンとの店舗名重複を避けるために、招致名や方角を追加した新しい店舗名称に、 変更する場合がある。2011年3月22日に開店した、イオン・伊丹コニオー店は、当初、マイカルが、伊丹ミ・ニシ・として開店する計画であった。そのため、同店の開店要因求人も4ン・リテールではなく、旧マイカルによってなされていた。現在も、店内エスカレーターで使われている案内放送は、Q ・マイカルの先から、 イオンイオンスタイルになった各店舗と同じものが使われている。さっきそのものが登場する作品はないが、映画のロケ地等として使用されたことがある。ありがとうございます。